っちに何か影が。何、ちっこい方か。やつらまだいたか。ん？フライパン。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回でアメージングセブンラストを頑張ってこ。あの部長、いいところにこの人から相談があるそうでして。ほう。相談だと？はい。どうも、福田千代と言います。実はその私、 UFO と交信できるかもしれないんです。かもってどういうことだ。どういうこと？ええ。それで UFO 研究クラブの部長の霧隠れくんに相談しに来たんです。この人も先輩ということか。また UFO に遭遇したらと思うと不安で、どうか調査してくれませんか？それは引き受けるでしょう。エイリアン副委員長、 UFO を目撃したという福田千代、何でも UFO と交信できるとか、まずは調査をしてみよう。エイリアン副委員長って何？誰？副委員長って誰？ちょっとよくわからないタイトルなんだけど、その話詳しく聞かせてもらおうか。ありがとうございます。ある日空を見上げたんです。そしたら頭の中で不思議な声が響いて、その声に返事をすると空から UFO が現れたんです。わあ。それからそれから、楽しそうだな、なんか、はい、怖くなって慌てて逃げました。そんなことが何度もあって。ね、何度も？エイリアンしつこいな。なるほど。感情が豊かだな。交信か、奴らの能力の手がかりになるかもしれないな。ねえ、それにこの人にも危ないっしょ。記憶があるならまた狙ってくるはず。ええ。あ、記憶を消すためにってこと？何度も信じていただけるならその力お見せします。でもことごとく失敗してるってことよね。記憶消すのどんだけてこぞっと。金曜日の下校時間に牧場まで来てくれませんか？そこで UFO を呼んでみます。呼んでみますとか、そんな、そんなさらっと。下校時間ということは18時から20時の間だね。よーし、そんじゃその時に集まろうぜ。 UFO タイムだ。おお。何、誰？あれは、あ、ワイケン、ワイケンの子や。必ず尻尾を掴んでやるぞ。エイリアンども。やつらを見つけたら即ぶっ潰してやるっしょ。ワイ学園は宇宙人には。ん？あ、こんなとこから出てきたんや。今までさ、正面からしか、正面とあと横かな、からしか出てきたことなかったけん。ママだよ。なんやけど。はい、それじゃあとりあえず1年生指揮者に行くですね。モトラベル。こっちの奥の方に多分牧場があったはず。あれやろ？え、ここよね。ここよね。あ、よかったよかった。トン！あの、ともみちくんの撮影の時のやつよね、きっと。あの、映画の撮影の時、ここに来たはず。でも今56分やけんさ。びっくりした。なに？愛蔵さん出てきたんですけど。てか、今、58分。まだ、福田千代さんはいらっしゃらないっぽいけど。どこに現れるんやろ？こことかかな？あ、結構、あそこに。え、なに？さっきまでおらんかったよね。びっくりなんやけど。瞬間移動してくるんかな？時間になったら。あの、どうも皆さんお待ちしていました。待ってたのはこっちだけどね。では見せてもらおう、 UFO との交信を。はい。それでは。お、早くね。え、 UFO の反応早くね。絶対見張っとったやろ。本当に出た。お、背後に。なに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 。こいつあれやないん、あの前にY サークルに出たやつじゃない？出たな、エイリアン。行くっしょ。やっぱりこの人が狙いだ。そうはさせないっしょ。貴様、帰り討ちにしてやる。でもラットが求めとった宇宙人はこれじゃなくない？ねえ。お、お？え、なんかど真ん中におったけど、あの人大丈夫？てか、あの柵からも出た方がいいんじゃないかな。ほら、すごく危険な場所に攻撃当たるよ、それ。ちょっと
こ牛のうんこ踏んで笑ってるわ、やばい。おっしゃ、来たブルームーン、行くぜ、行くぜ。ブルームーンが君を照らすよ。びっくり、ちょっと待って。ブルーストリーム、やめて。あ、ノロクロスター、カモン、シリトナルガイ、電子ヘビーのポーズ、逃げられないよ。アイシクルミント、私も逃げられない、やめてくれ。ここだね。決まったね。決まったんかどうか。こんなとこだ、ね。わからないんですけど。そこだ。何のポーズ？うわ、怖いよ。周りのブラックアーミーたちもダメやしね。これはどう？ハート。イエーイ、ハート。ブラックアーミーを誰かが倒したのね。ブルーストリーム。早っ。早いやん。ハイパービート。どうしたどうした。あ、やった。当然さ。決まったね。ほらよ。アイテム回収。待って、私どこ？あ、おったおった。イエーイ。待って。なんか復活じゃないで、2？ パワーアップですか？やめてよ。やめてよ。何それ？どういうこと？問題ない。問題あるよ。決まったね。いや、やめてください。今自分から当たりに行けないね。君を照らすよ。決まったねってことは。じゃあそこだ。大丈夫っぽい。ブルーストリーム。あ、待って、ブルーストリーム出せてないよ今。変身解けた。もう私たちが解けたから何？あいつに飛ばされたってこと？飛ばされた。やった。はい。何あれ？何あれ？何あれ？毒？私今一年味方の技とあんまり。いや。ほらよ。味方の技もどういうんか、あんま把握できてないけど、戦闘中は自分の方で必死やし、仲間ごと消す。こりゃそうだ。なんかメダルをいろいろセットしていけるときもさ、それがどういう技なんだかわからずにさ、変身とりあえず強そうみたいな、レベル高いやつとか。はい、来たー、ブルームーン、再び。ブルームーンが君を照らすよ。お、今イエイ、決まったね。はい、決まった。ちょっとなんで変身解けたよ。変身解けたよ、やっぱり飛ばされるよ。いやーやだー。ちょっと変身は青かった。変身したところなんですけど、つらい。待って、みんなおる。姿が見当たらないんですが、あ、危険危険。お前の時間だ。はい、なになになに、なんか巨大な技とかじゃない？大丈夫？吹っ飛ばされ。よかった、返せなかったんですよ。待って、変身変身変身もせんといかんけど、ちょっとあの、よっしゃポーズも取りたいっていう。ちょっと変身させてください。渡り、何お前、腹立つわ。はい、変身変身。うん、やっとだよ。ちょっと柵の外から何しよう。入ってきて攻撃してくれんかな。入ったー。ブルームーンが君を照らすよ。ごめん、戦線離脱だ。戦線離脱しないで。そこだ。いけい、うん、ブルーストリーム。逃げられないよ。待って、その前に、その前に、こんなとこだね。やるぞ変身。そんなことない。ヘビーの道具。もうちょっともうちょっともうちょっと、ちょっと私がやっつけたかったのに。私がやっつけたかったのに。粉砕する。シリトナルガイ。こんなとこだね。あのアイテムを拾いたいんだ。おっしゃー。溶けた変身。よし。オッケー。みんなのレベルやランクがどんどん上がってくぜ。手をかざして見つけるだけで大変よくできました。何そのタイトル。よし。これで片付いたぜ。おい。君、大丈夫か？はい。ありがとうございます。ん？何？あ、あっちに何か影が。何？ちっこい方か？
やつらまだいたか。ん？フライパン？何その古典的な感じ。かかったな。敵？敵の何？何？なんだなんだ？何？なんかやられようやけど。やっぱり福田千代の正体はエイリアンだったんだな。いや、てか今の説明をしてください。 YK のヒロノさん、どうしてここに？ねえ、古星成と話しているところを見て、この人は怪しいって思ってたんだ。これは熊子さんが残してくれたエイリアンスペクトルバキューム。なんかかっこいいね。これ人間になり移ったエイリアンを吸い出すことができる装置。へえ、そんなのがある。なんだと？ゴーストバスターズ的な、そんなものを残していたのか。うん、開発中に退学に追い込まれたから熊子さんに託されて完成させたんだ。うわー、すげえじゃん。これで宇宙人もイチコロだぜ。ああ、あっけないわね。お、何、ね、敵討ち？教えてあげる。福田中は風紀委員会の副委員長よ。ち、あ、エイリアン副委員長の副委員長ってそういうこと？マジか。え、じゃもうタイトルでネタバレしとったやん。あんたの部下だったってことか。ママ騙されたっしょ。まあ、これが誰かちょっとよくわからんかったけんな、私。でも邪魔だったのよね。私を出し抜こうとしてて。いつか消そうと思ってたし、やっつけてくれてありがとう。ふん。仲間割れ。消えるのはお前もだ、来る星ないよ。これでも食らえ。お、スンとしてらっしゃるけど。なんだって？エイリアンが吸い出されない？なんで？残念でした。じゃあね。めっちゃ軽い感じで帰ってったよ。ここは一体？まあね、ボス級の相手があんなんでね、簡単にやっつけられたらちょっと私らのおる意味ない。 Y メダル、エイリアン副委員長を手に入れた。あの子やん。あ、エイリアン副委員長。うんうん、これもメダルになるんだね。でもさ、風紀委員長の来る星ないのことはまた謎が深まったっしょ。はい。何が何やら、こんな時熊子さんがいれば連絡を取りなよ。ま、これでメダルも手に入れたし、今はやれることやるしかないって。ああ、その通りだな。そして必ず奴らを追い詰めてみせる。ねえ、あの子ほったらかしなん？クエスト、エイリアン副委員長バッチリ解決。誰か手を差し伸べてあげたりとかしないのかい？アメージングセブンの解明、ご苦労だった。解決してきたよ。YSG2 によくやってくれた。ごめん、途中で途中だったね今。しかしその間に風紀委員会はさらに勢力を伸ばす結果となってしまった、モーズからの情報だと学園ポリスの規模2割増しって感じみたいっすね。なんなん、全然弱ってくれんや。僕ら学園マフィアで抑え込むのもそろそろ限界っしょ。マフィアが抑え込めんってどうよね。即刻に早急にアズスンアズでこちらの戦力を上げねばならんな。学生ってことやし。でしたら第3の Y サークルに行ってみてはどうでしょう。いよいよ次の変身形態が出てくるね。そっか、なるほど、第3の Y サークル。うんうんうん、ってなんだっけ。なんで綺麗さっぱり忘れてるの。ほら、あれだよあれ。第1の Y サークルからはコロミが出てきたね。そして第2はブルポン。あーあーあー、なんでそんな一言なん。ちょっと、第2の Y サークルからはブルポンだったな。第3はどんな感じやろ。思い出した、ゴリラ記念日に行ったあの場所だろ。ゴリラ記念日って何。確かにゴリラ系のクエストはあったけど、ゴリラ系っていう系統があるかは知らんけど、誰が作ったかわからない不思議な遺跡だったわよね。うんうん、ミステリアルメダルも7枚あることだし、これを持って第3のワイサークルに行けば。え、でもどんな感じやろ。今のところ色で言うとか新キャラ登場って感じ。赤、って感じやろ。それで来たー、ピンチに陥った時の追加ヒーロー展開。緑とか白とか黒とか。それでワイサークルの場所はううもう判明しているんですか。これまでの調査でピラミッドの中に眠っているところまでは突き止めたわ。うんうんうん、そこまで分かってりゃ十分だぜ。ピラミッドね。そうと決まれば面は固めだ。砂漠や砂漠、第3のワイサークルにレッツラゴー。砂漠下の方やったっけ。なんかあの全部急げね。その時に行ったんやけど、あ、ってことは飛んでいけるか。頼んだぞ
和光の太刀よ。頑張ります。なんか背後に現れたよ学園長。狙われてる。またしても命を狙われているのでは。ん？おお、エマ。エマ経由でまた乗り移られた。サプライズで会いに来てくれるとは非常に嬉しい。違う？何？ほらほらほら、そういうことやないん。何？普通に座ったけど、なんか。お前は。これ、あれじゃない？ほら、エンマ大王。エンマや、エンマ。久しぶりだな、じいちゃん。じいちゃん、孫？そういうことじゃなく、世間一般的なじいちゃん。やはりお前か。エマに転生したものと思っていたが、生まれ変わりとは違うようだな。転生。ああ、その通りだ。このエンマは妖怪ウォッチのエンマと一緒。俺たちの世界、妖魔界は空から来た奴らに滅ぼされた。その時消滅を免れた俺はさまよった末にエマの体に行き着いた。エマから少しずつ力を分けてもらうことでこうして姿を現せるようになったんだ。転生したとかそういうこと？まだ完全回復というわけにはいかないがな。コマくんに転生したってこと？なんか微妙にコマさん時代の記憶みたいなのあることない？ぬらりも俺と同じように誰かの体で眠っているはずだ。誰やろう。でもエマに。おお、それは朗報だな。エンマ顔に取るけど、ぬらりは誰？娘を可愛がりすぎて俺たちのことを忘れないでくれよ。誰やろう。わからん。全く分からん。敵側とかじゃないよね。さすがにそこは味方側か。まだ敵の力は絶大だ。妖怪の力も無効化される。あれは YK の男。奴らと戦うには似てはないと思うけど、ミケッティオの力が必要だ。お、ミケッティオ。ミケッティオさ、あれない？なんと極悪ランキング100年連続1位のあのミケッティオか。そんなランキングがあるんですか？その名を語ることすら禁じられた最悪最強の妖怪ではないか。何？ Y 学園イベントの時に。実は妖魔界が襲撃された時、奴を封印していた無限牢獄も破壊された。こういう話をしよるってことは、その時ミケッティオの魂は赤、青、三色の猫妖怪に分かれて人間界に飛ばされてしまったんだ。三色に分かれてってことはあれやん、バケーラ、ゴロ、それはまさかブルポン、あれが合体したらミケッティオになるってこと？合体させるってこと？この後ミケッティオの力があれば強大な宇宙人とも渡り合えるかもしれん。てか、合体してもまた元には戻れるよね。今はそれにかけるしかない。あの子たちおらんくなるんやけど。てか、あれか。変身形態。切り替えられるのが増えるんじゃなくて、一体だけになるってこと？合体して。マジか、そういう感じ。じゃあ、めっちゃかっこよくなってくれんと。困るよ。あれ？戻ってった。パパ？私、どうしたの？なんと！記憶もないのね。さっきのは寝よったんかな、あれ。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。いやー、ってことで、最後のキャラクターはミケッティオっぽいけど、一波乱あるんやろうね。極悪ランキング100年連続1位とか言ったし。まずは戦うんかな、ミケッティオと。